港にたどり着くと、そこは子供たちで人だかりができていた。なんだこれ。ねえ。よし。ああ。わ。いや。あの。それではまた。ありがとう。
ねえ。おい。よかった。ソックスとボロンが目覚め、仲間たちをさらに取り戻した子供たちは安堵の様子を見せていた。その脇では縄で縛り上げられた二人のベルマン軍の老将校が忌々しい顔で子供たちを睨み、恨み事をつぶやく。やれやれ。まったく。もう。やれやれ。マルトは元に戻った子供たちの回復を待ち、タラニスで何が起きたのか詳しく聞いてみた。あのですね。うん。そういえば、あのね、確かに、この事件の鍵を握る謎の人物について疑問を抱きつつ、子供たちはタラニス追跡を再開するのであった。子供たちは老将校たちがこの一年の間ガスコで何をしていたのかを尋ねた。そうじゃ、妙な工場の場所を聞くと、それはタラニスが向かっている方角と同じだと気づき、子供たちはその工場を目指すことにした。よし。いざ前進ですわ。よし。まったく。なんということじゃ。そうて、よし。
やったぞ。よし、行こう。敵ですわ。やってやるか。作戦成功なのです。始めますわね。よし、撃て。任せてほしいのです。発射なのです。お、お任せあれですわ。やっちゃうよ。俺に任せろ。僕の手の内なのです。ダメージコントロールなのです。メイに任せて。勝てるから。準備ができてるしかないの。攻撃撃つよ。みんなのおかげね。やったの。始めるわね。もうコア君、そこから出ていけ。作戦が決まったのですよ。
きましょう。おい。なんだと。はまさか。あ？なるほど。はあ。さあね。射程内に敵を詰めるのね。さあ始めるのです。攻撃開始なのです。もう怖くてここから出ていけ。やってみる。よし。なかなかの歯ごたえでしたわね。やったー。行こうぜ。見つけたよ。これ何？マルトたちのもとに聞き覚えのある人物から通信が入ってきた。来た来た。
心ですわ。行こうぜ。何か見つけましたか？やったのです。いいね。見つけたよ。誰だろう。そんな。失礼しますわ。うん。行こうぜ。何か見つけましたわ。やったぞ。やっぱ俺たち強いじゃん。やったぞ。よし、終わった。
これでいい？行くよ。旧時代の遺跡の奥に向かったタラニス。子供たちは慎重に遺跡の内部にタラスクスを進ませた。やるか。丸見えだ。俺に任せろ。当ててやろう。メイに任せて。こうやるんでしょ。やってやるか。
そうだね。よし。攻撃そこなのです。準備ができるしかないの。まだ平気だぞ。みんな行ける？さあ始めるのです。消えなさい。
ならいけるのです。やらせるもんか。よし、撃て。準備はできていますわ。攻撃準備よし。やってやる。やるか。行くぜ行くぜ。俺に任せる。ないぞ。メイがやる。どっかに消えちゃえ。準備オッケー。好きなだけだよ。やれやれ。行くぜ行くぜ。
数が違うんだよ。なんだこれ。眠りましょう。タラニスの目の前には異形の巨人が静かに佇んでいた。ジルはホクソエムとハンナたちに冷酷な笑みを向ける。ハンナたちは言葉を発することができず、再びうつろな目で意識を失っていた。さて、行くのです。よかった。通報より目標のタラニスが高速接近。まもなく射程距離に入る。もう逃げないという強い意志をタラニスから感じ取った子供たちに緊張が走った。ここで決着をつけるつもりなのだと。子供たちがタラニスに問いかけても返答はなく、その代わりに突然放たれた砲撃がタラスクスをかすめた。タラニスから映像を受信、モニターに展開する。ハンナ！メイがやる。ここからが勝負ですわ。
ンナ。痛いですわよ。劣勢になったタラニスが
げる素振りはなく、さらにありったけの攻撃を仕掛けてきた。え？あ！よし。承知した。座標を固定、転送を開始する。転送が開始されると、無散したエネルギーの粒子がタラスクスの中の一点に集まり、それは人の形を取り始める。なあ、探知中だ。妨害の形跡はない。あ、ジャンバー室に1名の人員を確認した。やったぜ。転送の連続使用はエネルギーの残量を厳しくする。いいぜ。了解。座標を固定、転送を開始する。再びタラニスからエネルギーの粒子が溢れ出た。いや、溢れ出たエネルギーの粒子が再びタラスクス内の一点に集まり、人の形へ変わろうとし始めた。やったぜ。巣を貫くように走った。タラスクスの機関部はその攻撃によって轟音を上げながら爆発した。その激しい衝撃によって集まりかけていた光の粒子は子供たちの目の前で無惨してしまった。ハナー！ダメージコントロールは不可能。総員退避せよ。繰り返す。総員退避せよ。何が起きたのかわからないまま、子供たちは飛び出すようにタラスクスから脱出し、ありったけの力で遠ざかった。眩しい閃光とともにタラスクスは大爆発を起こした。その残骸は光の粒子となって辺り一面に飛び散った。突然の出来事に子供たちは言葉を失い、永遠のような静寂が流れた。嘘だろ？ハンナ。子供たちが恐る恐る周りを見回したが、その視線の先に望んだ姿を捉えることはなかった。
すがるような気持ちで子供たちはもはや動かないタラニスに駆け込んだ。しかしそこで見つかったのはハンナが身につけていた上着だけであった。嘘だろ。くぅ、うん、あんな姉ちゃん、そんな、そんなことって。なんだ、光線が放たれた奥の暗がりから異形の巨神が姿を現した。あ？はそうか。さて、ジルが再びベレノスの母神をタラニスに向けたとき、爆散したタラスクスの光の粒子が輝き始めた。なんだと？その光の粒子がタラニスに吸い込まれるように集まっていく。タラニスは徐々に黄金の光に包まれ、形が見えなくなるほどまばゆく輝き出した。悔しいのです。ハンナお姉ちゃん、ハンナお姉ちゃん、ちくしょう、いや、くっ、おお、こんなことが。タラニスを包む光が収まり、その姿が少しずつあらわになった。それはタラニスともタラスクスとも似ているようで異なる全く新たな姿の巨大戦車だった。なるほど。ベレノスはゆっくりと外に向かって動き出し、子供たちの巨大戦車を尻目に去っていった。その場に残された子供たちは大きな喪失感とともに、ただ呆然とベレノスを力なく見送ることしかできなかった。